これはどっちかというと手がかからないカットとかですかね。あの修正は少なくて済む、逆にあの遊んでなくてなんかこう演出を通せるみたいな、そういう。あの、まあ、もう具体的なお話をすると、うん、テレビアニメーションとかってやっぱ予算が限られてるから、はい、それにかけられる作画枚数っていう上限があるんですけど、はい、それをあの無駄にその枚数をかけないで、あのいい塩梅で、あの手を抜いてくれる人、はい、うん、難しいとか、あとはカットの数を、はい、大量にそのパートを受け持ってくれる手の速い人、はいはいはい、うん、もう一個でも あれですよ、だ創作官や監督が手をかけなくてもその人の絵でフィニッシュされちゃうような人はやっぱどこでも欲しいですよね。これベースと、ベースと、あ、そうですね、芝居も命中率が高くてキャラが似ているのがベスト、はい、ね、そうですね。あ、いや珍しいですね。そこまでいったらどこのスタジオも欲しい。所以他刚刚如果真的拿到这个水平的话，实际上任何的这个工作室都会比较需要这种人才。でもまあ逆にこのレベルに行くにはある程度数年とかかかるんですかね。どうでしょうか。基本的にアニメーターの成長ってどんなに才能を持ってても何年かはやっぱりそういう鍛錬期間必要だと思いますね。どんな天才だっても。ああ一つの分野にすごい特化して能力を伸ばすんだったら短期間でも多分可能かと。だからもう 全体的なあのデータなんですかね、腕というか、どんな方向から来た球も金かいい具合にホームランに出るっていうレベルになるにはやっぱりそれなりの年数は必要かと思います。だいたい40前後になっちゃう感じ。まあ5年、最低でも5年後から至少需要5年、はい、はい、那么我想问一下、比如说到了这种水平的他说需要五年嘛，就是练到很全面的动画师，他们下一步应该怎么做？どういう上を目指すかによるかと思うんですけど。はい。例えば逆にまあ今有名なスーパーアニメーター目指すとか、逆に演出監督演出ですとか、おしゃばさんご自身がこの演出に行くようになったのはどういう機会なんですか？やっぱりアニメーターばっかりやってるとやっぱ見えないと見えづらいところもあると思うんですよね。それはアニメーターやってても演出的な仕事の両分はあるし、そういう部分は意識するんですけども、やっぱり絵コンテを通して絵コンテで自分で描いたからこそ見えてくるものとか、はい、誰かのアニメーターが上げてきたそのレイアウトや原画の演出視点で見たことによってやっぱ見えてくるものもあると思う。それアフレコとかカッティングに参加するってこともそうだし、それはやっぱりアニメ作る以上やっぱり他のセクションも何やってるのか知りたいっていうのもあって、はい、若いうちの方が多分自分の気持ちが楽に多分チャレンジしやすいっていうところで、それは早いうちにそうやった方がいい、チャレンジした方がいいなと思ったんで、急ぎ20代のうちにチャレンジしました、はい、クリプラカズ、そうそう、押山さんのあの企画は押山さんが子供の頃から考えていたお話だったというのは本当でしょうか。これは多分噂だと思います。あ、噂だ。あ、噂だ。噂だ。また嘘ついちゃったよ。でも、なんでしょう、わりかし自分の中にあるその物語みたいなものを、結構強く押し出したような回とかもあるんで、多分それがそういう風に見えたのか。スリーツブラッパーズはオリジナルのテレビアニメーションですけれども、僕が別に原作としてあの世界観を全て作ったわけじゃなくて、結局現場 の人々とみんなでその、はい、話し合いをしながら、はい、世界観をみんなで作り上げたっていうコンテンツだと思います。ただ、人手不足だったんで、僕は相当な仕事は、量はこなしたっていう。ちょっとオリジナルの話、他所代表に、ちょっと、おいらこれ、じゃあ、ウィットというぐらい、ファンじゃないかな。ああ、いいね。ですね、根っこにあるのは、その耐久性の、ある作品を作りたいと思っています。うん、理想は、そのストーリー自体がまず面白くて、でそこをベースにそのアニメーションが
さらにこうみんなを感動に導くような作品にしたいと思ってます。それは大きく逆にこういうなんか、今何ないんですか。今は、4ラインと取り合いと言っておきます。ああ4ラインと言っておきます。ああ、うん、那么那个国国外的话，有没有这种有没有说一条线说好一条线做原作，一条线做原创，这种有没有这种分类吗？啊，ラインによってそういうふうには分けてないですね。企画とその担当プロデューサーとその監督の相性で総合的に決めてます。なんかこれからまあ多分チャレンジしたい。ですね、ミッドスタジオでいうと、ハイクオリティ系作品を、半分で、もう半分はキッズ向けの、アニメーションを半分を、目指して、やっていきます。今作ってるんですか。今ですね、毛玉の権次郎という作品を放送しておりますね。なんとなくタヌキが主人公の作品じゃないですか。いやいや違う、タヌキじゃないです、もう髪の毛です。髪の毛、毛が主人公なんですよ。で、だからその子供向けの番組が始まると、その若い人たちにチャンスをあげることができて、でそのアニメ会社が多分今まであんまりやってこれなかったそのストーリーを大量に作るチャンスですね。それが多分生み出せると思います。はい、映像をその、まあ、原作をお預かりして映像化するのはやっぱりそのストーリーをゼロから作る能力っていうのはなかなか育ちづらいですから、はい、そのオリジナルでキッズものが開発できると、そのなんつうの、若くて元気があって、そのまあなんつうの、まあお前一生懸命やってこけてこいっていうかですね、まあ、そういうこともできるわけですよね。子供向けだからある程度ハードルはそんなに高くないという。まあそうですね、ハードル低い、まあ、チャレンジしやすいって考え方ですかね。はい、今そうそうだ、失敗しづらいんですよね、なんかでっかいプロジェクトって。だからなんか自分なんかもその新しいことやると大体最初つまずきまくるんですけど、はい、やっぱこう失敗した時に勉強することの方がきっと多いですから、とにかくこうなんか形にすること、ね、押山さんも言ってましたけど、その若い時にいかにこけて、でこうなんつうの、また新しくやり直すかっていう、これは非常に大切なんじゃないかなと思いますね。まあそういうのはでも中国の人の方が素早そうですけど。下面进入现场的比较深刻一点的问答环节。哎，刘老师啊。OK， 那我们之后就开始进入问题，有问题的可以举手。想问一下，您在电脑线圈的现场，特别是跟着像激光熊啊、井上俊之啊这样有名的原画师，有从他们身上学到什么东西，在您之后的生涯有很大的作用？僕がジペックにいた時は同じアニメ業界にいながら、そういうそのアニメーターのいわゆるスーパースターのような人たちは全然雲の上の存在のように見えたんですね。だからこの天の声っていう現場にいて、そういうスーパースターがちゃんと人間の形をしているっていうのをちゃんと肌で感じれたっていうふうなのは、もしかしたら僕も今後何5年10年って頑張れば、そこまでの人間にもしかしたらなれるかもしれないっていうふうに思えたっていうことですね。監督の磯さんはすごい電脳コイルで消耗されて、すごい仕事をされてたんですけれども、ちゃんと体を気遣って陽明酒っていう体にいいお酒をの隠れて飲んでました。だからすごい才能をプラスやっぱりすごい努力がなんか之前讲到青苔斑斓小魔女，以及我之前看 Rolling Girls， 他们都是属于那种就是十分单元剧，但是又有一条主线的动画。然后又想到之前阿山老师说他之前看了一个《弗利克利》，我觉得这些片子在某种意义上来说其实是很像的。然后他们也是一种十分天马行空的一个世界观。那我想知道阿山先生是否对这种片子是否有乐在其中的感觉？そうですね。主題歌がブルーハーツっていうバンドでして、はい、なんか自分なんかよりも年上の人たちのバンドなんですけど、
そうだ、あの楽曲ってそのなんとか幅広い層にこう実は知られていて、で詩、その歌うその詩がなんというのかな、まあ人の胸を打つストレートなあの歌になってるんですよね。なんかまああのそのビジュアル、ルックはすごく違うんですけど、まあ根っこはそのなんつうのこう、これは長く見られるべき作品なんじゃないかっていうところで、実はこう進撃の巨人とかと一緒なんじゃないかなって、全然違うか、全然違うけど、うん、旅に出たくなるアニメですよな。うん、はい、どうですか。はいそうですね、まあ、プリクラとか、プリクリとか、まあ、プリクリはプリクリの2と3に関わったんですけど、まあ、僕はプリクリは、まあ、お声をかけていただいたから、たぶん、まあ、できた仕事なんですけれども、まあ、たぶん、フリップラッパーズは、その、なんでしょうね、やっぱり、自分たちが、書いてても楽しくなるような、やっぱ作品を目指しているところもあって、はい、その、まあ、そのおかげですごく、一番、マイナス、別な世界に行ってしまって、もう膨大な設定資料とかを作らなければならないっていうような、はい、自分を追い込む形にはなってしまったんですけど、まあ、やっぱり書いてて楽しいっていうふうなことも、やっぱアニメーション制作には大事なことなので、はい、やっぱり同じ顔をずっと描き続けるっていうふうな、もやっぱりみんな辛くなる現場も多くあると思うんで、そういう意味ではいろんな表情だったりいろんな世界観を表現できる作品の方が僕は楽しいなと思います。で、まあ、今 3D とか3D だとそういうふうにフリフラみたいな作品ってすごくコストがかかって多分シリーズでは作れないんですよね。そういう意味では日本のテレビシリーズの予算内で手書きに合うような作品スタイルっていうのを選びました。中川さんにプレイプライベートの話をしよう。おーおーおープライベートおー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 在成为一个制片人之前，我们在制片的阶段需要做好哪些事情？然后郑先生有什么建议之类的？就你经历了怎样的困难，就是才达到现在的？なれるか。いや、自分自身がどういうところで苦労したんですか？苦労。アニメ制作進行やってて、そのやっぱこうアニメーターの絵をそのもらうじゃないですか。まあこれがもうとにかく嬉しい、面白かったということですね。最初は。でこういいものをたくさん見ていくうちに、その何が良くて何が悪いのかみたいなのがそのまあ作っていくと分かりますよね。まあそうするとそのフィルムにこう自然にプラズマ力がこう加わりますから、いいフィルムになりますから、そんな時にプロダクション IG に訪れたあのピンチ、その日本テレビっていう曲があって、そこでそのオリジナルのテレビシリーズ作ろうっていう企画が2003年くらいに突然立ち上がるんですよ。でそのスタジオプロダクション IG 内でどのプロデューサーもこれはやめた方がいいですよ社長っていう企画があった。はい、で、ある日その社長に突然寿司屋に呼ばれたんですよ。この時にこうすごい寿司をある程度食ったタイミングで、お前さみたいな、テレビシリーズのプロデューサーやるってこう言われました。もうその時にはもう寿司をある程度食い終わった後ですから、いや寿司都已经吃了あーやります。あーはいはいはい、そうどういう作品ですか。あーおとぎ草子っていう作品で、ツークール作品だったんですけど、もうほんと苦しかった。那是一个两季的御驾曹子看过的剧本。いやまあでもそんなに見てない、はい、面白いよ。いや16年前ですからね。サンキューサンキュー、谢谢サンキューサンキュー、谢谢谢谢谢谢。那您觉得是您哪一点被看上才会被叫去？あー多分その何でしょうね、人に悪口を言われても気づかない。他重复了他刚才的回答，就是他被人喷，他被人黑，他面不改色这一点。
はい、那就まあ、じゃあアドバイスはむしろこういうふうに言ったら、もう慣れます。あ、他觉得你可以成为一个被人分析的公司。はい、はい、说那个我想就是我身边有很多制作动画的人，哎，就是同学，大家都是做动画的。我发现那些很强的，做动画很强的同学，哎，他们都非常喜欢像就是新平牛仔这种，嗯，就剧情很广阔，然后对机械的作画非常精细的这种，然后他们也很想在中国市场里做这种很那种很复古、很缅怀的这种题材。啊，请。你说。缅怀的现象在日本，日本也是广东。片片さんもそのこの世界の片隅にはまさにそういう絵作りではないでしょうか。うん。じゃあその宮崎監督の作品もその国民的に愛されてますし、だからその監督が求めるそのストーリーとビジュアルがまあその形になって、でまあお客さんに愛されてたらまあそれで正解でいいんじゃないですかね。その古いものに変えろっていう流れがはちょっとそんなに僕は個人的には感じていないんですけど。像那个日本哈没有那么强的一个复古的一个风潮。ただそのバリエーションが増えているかなっていうか多様化がちょっと進んでる印象があります。それはまあ現場ごとに。あれからも最適化されてるっていうだけの話なのかなと思いますけど、そのプロジェクトに、なぜそんなことが起きてるかっていうと、その今まではそのテレビか映画かみたいなぐらいしか、多分アニメの作品をその発表できる場がそのなかったんですけど、今はそのネットとか、配信とかその、ね、まあ、広告系のアニメーションもそうですし、アニメーションで表現の幅が広がってきたので、はい、その分、やっぱり作品のスタイル、絵柄っていうのも、それの、プラットフォームに応じてバリエーションができたんじゃないかなと思います。あとはやっぱり似たような作品の中に埋もれちゃわないようにやっぱ他と差別化を図っているんだと思います。 OK、 じゃあ時間不多了、という問題、最後の質問なんですけど、誰か我想问一下就是问一下杜先生，然后那个从动画从开始到结束就一个制片人要管整个过程的，包括企划呀、档期啊、然后中间制作，然后还有最后宣发这些东西。然后想问一下各个环节里面，就是作为制片人，其实他现在最重视的哪一个，或者说他觉得比较困难，就比如说你企划的时候，你考虑到的商业性还是艺术性啊，制作的时候怎么去就平衡人际关系啊、档期啊，然后宣发的时候他个人最重视哪一点？对对，就是他们不是为什么现在在做那个儿童，情况下也有，然后就是这片的也比较多嘛，就是他在宣发的过程中可能也有遇到这个小问题。まあ、今まさに直面しているのはその企画のところだなと思ってます。目前直面的に策划方面です。はい、だからなんかそう今すげえ、これも全然まだまだなんですけど、すげえ中二っぽいですね。セッティング、中二っぽいセッティングの、はい、そのなんだこれは少年ジャンプに乗せたいんだぜ俺たちはみたいな気概でやってるきっかけがあって、なんそのなんですかね、こうプロデューサーたちの思い込みをどうやったらその面白い作品に定着させることができるのかっていうのがすげえ課題だなって思ってますね。はい、なんかみんなね、みんな人間といえばみんなこうお話を形にしたいではないですか。まあね、それをこうどうやってその本当に面白く叶えるのか、これができたらもうみんな作者やなって、はい、どうですよね。じゃ同じ質問でやはり今内山さんにもいわゆる企画、多分同じ企画たちの段階にしたりとかあると思うんですけど、実際かすか。もう単純にもう企画がすごく大事っていうのはもう誰が言っても共通のことで、僕もそういうものに今直面してるんですけど、まあ、企画じゃない話をすると、僕は今その結構クリプトに興味がある、そこの重要性に最近ちょっと気づき始めてるというか、はい、先ほどの話にもあったと思うんですけど、やっぱりその今その絵柄っていうかその表現の幅が広がってきているんですけれども、そういう風なのが求められているにもかかわらず、やっぱり現場の人間たちはみんな今までのやり方でしかやっぱり仕事ができないっていうことも、それが足かせになっている場合も多くあるんですよ。
だからこれまでみたいにそのプリプロにそこまで重点を置かずにそのまんまあの現場をスタートさせちゃうとやはりそこらの作品とあんまりルックの変わらないような作品にすぐなってしまうというか、はい、それは その意味では全然クオリティは別に低いということではないんですけれども、はい、あの新しいなんかこう表現というふうなところに幅が広がっていきにくいんですよね。だからしっかりプリプロにあのこういい時間とコストをかけるということが重要だと思います。OK, 那么基本上时间差不多快完了。では、そろそろ時間なんですので、まあ、最後、2人からそれぞれメンバーの皆さんと、まあ、宣伝作者、あとは皆さんの今日、質問、なんか一緒に話、交流していきたいです。ああ、そうですね。優しい人たちでよかったです。ただ、シェーだな、大変人生だな。そうそう。ね、ああ、なんだ、また、あ、そうそう、コミカップ。コミカップ行ってきましたよ。あと練習 CP。おおね、すごい良かった。ほんとありがとうな。大丈夫、俺らね。それが CP で自分の。あ、結構、中国行ったり。すごい。いや、すげえ、いや、中国にすげえオタクがいるなと思って。よっしゃ、どうも、よっしゃ、どうも。そうそう。だからまた来たいですね。はい。じゃあまた、はい。再チェン、再チェン。よし、これ、再チェン。はい、再チェン。はい、はい。中国の本当にうまいアニメーターをネット上でたくさん見かけるんで、これまではね、なかなかそういう海外のアニメーターと日本の現場で一緒にご一緒する機会っていうのはなかったんですけど、今後はなんかそういう中国のうまいアニメーターともいっぱい仕事がしたいなと思ってますので、うちのスタジオが人手不足でネット上にアニメーターの求人を出した時には皆さんぜひちょっと一カットだけからでも仕事を取ってもらえると嬉しいです。ドリアの仕事ですか。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。